シャノン・ハロルド・スチュワートはアメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1992年にドラフト一巡目でトロントブルージェイズから指名を受けてプロ入りした。1995年にメジャーデビューして12試合に出場し、打率211という成績だった。1996年は7出場試合に止まり、打率も 176と低下した。1997年は44試合に出場し、打率286、22打点、10盗塁を記録した。さらに3塁打を7本放った。1998年にはレギュラーに定着して、初めて規定打席に到達し、51盗塁途中に本塁打という成績を残した。1999年は、 投塁数が37に減少したものの、自身初の打率300以上を記録した。2000年には打率319、21本塁打と自己最高の成績を残した。2001年は本塁打は減少したものの、自己最高の640打数を記録し、シーズン200本安打を達成した。2002年も打率300はクリアしたものの、 本塁打や盗塁などは減少した。2003年は71試合の出場で打率、294と今一つの成績だったが、プレーオフ出場を狙うミネソタツインズにトレードされてからは65試合で打率、322、6本塁打38打点と高成績を残し、ツインズのプレーオフ出場に貢献した。2004年は、 故障に苦しめられて92試合の出場に止まったが、300以上の打率と2桁本塁打をクリアした。2005年は慢性的な故障をして試合に出場し、打率は270台まで低下した。2006年は故障のため44試合しか出場できなかったが、打率294を記録した。2007年は故障などの影響で、 所属先が不透明な状況だったが、2月になって、オークランドアスレチックスと契約した。同年オフに FA となり、同年に在籍したアスレチックスを含む、数球団が興味を示したものの、結局はフルスブルージェイズとマイナー契約を結び、リード・ジョンソンを弾き出す形で開幕メジャー入りを果たした。しかし結果を残せず8月11日に解雇された。通算打率は、 297と高く、通算出塁率も360と高い。ありがとうございます。